あ、では続きましてコマ60クラスの決勝ヒートとなります。では選手紹介の方をしていきたいと思います。またカートオンラインいるんで、ぜひどんどんアピールしていっちゃってください。見事にコマ60クラスポールポジションを獲得いたしましたのがカーナンバー13番一柳涼選手、そして2番手グリッドカーナンバー3番三部新選手、そして3番手グリッドカーナンバー2番引田翔選手、4番手グリッドカーナンバー8番森達樹選手、5番手グリッドカーナンバー10番伊藤光也選手。でコマ60クラスこちら5台の、エントリーレースの方行われます。さあではコマ60クラス整列の方を整えてスタートの方が切られました。さあストレート4台並んでますね。誰が最初に出るんでしょうか。さあカーナンバー3番三部選手ですかね。アウト側だったカーナンバー3番三部選手がホールショットを決めた模様です。そしてその後ろカーナンバー2番の引田翔選手が2番手につけてまして、ただカーナンバー13番の一柳選手もこちらが2番手争いになってますね。さあバックストレート帰ってきました。三部選手は早くもリードという形になりそうですね。ただその後ろの引田選手と一柳選手ですね、今は引田選手の方が前なんですけども、一柳選手がどこで攻めていくのか。そしてその後ろはカーナンバー8番森選手が4番手、そして5番手がカーナンバー10番の伊藤選手となっております。さあ2コーナーで一柳選手がインを刺しましたね。引田選手のインを取ってこのまま2位に浮上。ただここで3コーナー引田選手またイン刺していきました。さあバックストレートの方を返ってきまして、今引田選手が守りましたね。引田選手が2位を守ったんですけども、一柳選手またどこかで仕掛けてきそうですね。さあではカーナンバー3番三部選手を先頭に帰ってきました。タイムの方を見てみると三部選手早いですね。47秒676と唯一の7秒台入ってます。そして2位につけているカーナンバー2番の引田翔選手は48秒126、そして3番手の一柳涼選手は48秒202、ここがコンマ1秒の差ですね。さあ目でも確認できるんですけども、三部選手が徐々に独走状態に入ってきそうな展開になってきてるんですけども、後ろの引田選手と三部選手がこうインを伺いつつ、ノッコーナーはうまく引田選手がかわした模様ですね。
ルもカーナンバー3番サンベ選手47秒607、ただ後ろの2台も7秒台入ってきましたね。2位のカーナンバー2番引田選手は47秒937とトップとコンマ3秒差、そして3番手のカーナンバー13番一柳選手が47秒933と、ここの2台はタイム変わらずといった形で、2台がでも争っちゃうと前の三部選手がどんどん逃げていっちゃうので、これはどういう展開になるのか。さあ1コーナーで一柳選手がインを入った、そうですね一柳選手が前に出ましたね。さあバックストレート返ってきて、一柳選手が少し引田選手と距離を離してドライバー2位につけていきましたね。このまま前へ追いつきますかね。三部選手は、まあ、そうですね、2人のタイムのコンマ、まあ、2とかが速い、コンマ2秒速いラップをしているんですけども、これからどういう展開になるのか。先ほどの周回もカーナンバー13番の一柳選手が一番速いタイムでしたね。三部選手が47秒529のところを一柳選手ですねが47秒186とコンマ4秒も詰めてきましたね。そして、3番手のカーナンバー2番引田選手も一応47秒台47秒837と、この3台は同間隔ぐらいでちょっと間が空いてきましたね。6周終了7周目なんですけども、先ほどの周回もやはり一柳選手の方がタイム早いですね。三部選手が47秒640で、一柳選手が47秒313で、引田選手が47秒654なので、まあ、この前後の2台よりもコンマ3秒速いラップをしているので、このまま前捉えられるかなという展開になってきましたね。その後ろが4位につけているのがカーナンバー8番、森達樹選手、そして5番手がカーナンバー10番伊藤浩也選手となっております。さあこの周回もやはりカーナンバー13番一柳選手が一番速いラップですね。目でも確認できますね。徐々に1位と2位の差が詰まってきました。さあこれで8周終了で9周目ですね。もう確認できますね。13番の一柳選手がとても速いラップでもう前を捉えられる距離に来ましたね。三部選手は先ほどから47秒4とか5とかそこら辺のタイムなんですけども、一柳選手は変わって47秒114と、先ほどのラップもコンマ3秒ぐらい速いので、先ほどからコンマ23ぐらい速いラップで詰めてきてるんで、このままいけば前を捉えられそうですね。さあでは9周終了10周目、一柳選手もう、あ、ここで2コーナーでインさせていきましたね。綺麗に抜いていきましたね。一柳選手2コーナーのインを綺麗に取っていきまして、ただいまトップに躍り出ました。ここで三部選手逃したくないですね。一柳選手このままついていきたいですね。さあただ6コーナー三部選手イン取っていきましたね。さあこの後どうなるか。
うまく守りましたね。サンビ選手がまた1位に躍り出ました。ここの前2台がバトルになると後ろの引田選手にもチャンスがやってきそうですね。さあ10周終了、11周目、残りが2周になりました。さあこのトップ2台どうなるんでしょうか。ここで一柳選手がロコナインを取りましたね。さあただここモナコでおいけないですね、絶妙なラインを取りました。さあ一柳選手がさあここでファイナルアップに入りますね。一柳選手ロコナー綺麗に抜いていきまして、ただ後ろ三部選手も逃すまいとくっついていってますね。さあただいま、コマ60クラスはファイナルアップに入っております。さあでも2人とも落ち着いているように見えますね。一柳選手、さあただカーナンバー3番三部選手ぴったりくっついて6コーナーインを取る。さあここ抜けるか、インを取れるんですけどもアウトから行くのが一柳選手。さあこのままモナコどうなるか。さあ一柳選手戻れるか、いけるか。さあここで一柳選手が守りましたね。カーナンバー13番一柳選手見事に優勝になりました、おめでとうございます。そして惜しくも2位でしたがカーナンバー3番サンデ選手も最後まで諦めずに攻めの走りでしたね。さあそして3位がカーナンバー8番森達樹選手。そして4位がこちらカーナンバー10番の伊藤光也選手となりました。さあではコマ60クラス見事に優勝されたのは一柳選手でしたね。ではカーナンバー13番一柳選手さあ初インタビューかなあんまり緊張しないで大丈夫だよはい、でお疲れ様です。ありがとうございました、はい、どうでしたかレース。いやちょっと緊張しました。どういうとこ緊張しました？ずっと接戦だったね。抜くときとかちょっと緊張しました。あ、そうなんだ。あの一緒に走ってたカーナンバー3番の三部選手はどうでしたか？結構早かったです。早かったですか。次回また2人でバトルできるの楽しみにしてます。はい、じゃあ、よかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうすいません、ごめんなさいさあ続きまして、ミニマックスクラスの決勝ヒートとなります。